はい、続いてはですね、マウスパッド投げ、始まってからですね、初めはもう非常に緩い大会だったんですけれども、出てくる方、あれは2年ぐらい前からですかね、ちょっとなんかコスチュームにも急に凝るようになりまして、あれは北京オリンピックの時にはレーザーレーサーの格好をしてくるってやつから多分始まったと思うんですけれども、今年もですね、非常に個性的なパフォーマーの方が、いらっしゃいまして、ちょっとコスチュームの方もぜひ注目していただきたいなと思います。そうか、はい、見石てみ原ましょうか。邦治さん、八富町のキンブルで買ったワークコスチューム3000、バカな人がやってきました。皆さん、バカな方です。今気温はもう35度超えてる状態、40いってる、もう直射日光40度いってます。来ましたね、ババカカが。ですよね。全然汗見えない。さあ、この後広島戦行く。どうでもいい情報ですかね、この後広島戦に行くっていうのはね。じゃあちょっとスパイダーマンお願いします。さあ、スパイダーマン行くか。来た来た来た。飛んだけど、大きくフック。さあ、それではファイナルマッチ40いきましょう。度超えてますからね。よかった、入って。本当自然にナイスマーって出るそうですね、なりましたね。今年はね、結構海風に向かって投げてるんでね、うん、記録がなかなか難しい。この後広島戦ね、どんな感じ。広島戦に藤田圭佑選手、お、来た。こいつもバカだな。記録を狙うという。なんかつけてましたよね、機材ね。おっと、ダークホースってそういうことだったんですか。そんなことにかけております。これ聞こえないんですよ。アロハにこれ意味わかんない。喉を開けよ、普通に。軽装ギャルもいいですね。あった、来た。もうあれで終わりですか。友達になりたくないタイプ。さあ、しっかりパワーで受け取ります。どうなるでしょうか。山本選手の投擲です。すごい。なんかイラッとするよね。本人と同じようにマウスパッドのトリッキーな飛び方をした。そして、うわ、間に合いました。出た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 。意味わかんないで、これで、確か、すみません、これでは行きましょうか。何をした。白マヨネーズ自転車来たんですよ。どんな間を見せるのか。どうぞ。どのくらいかかったんですか、名古屋から。2時間半で来れるんだね。孤独を感じながら、一こぎ一こぎ名古屋からやってきた秦野勉のファイナルマー、どうぞ。家族は何も言わないのかな。普段のオフィスでの姿とか見たいですね。進めます。で、これ自転車を起こして、そして自転車にまたがり、ここからまた行きはよいよい、帰りは怖い。帰ってきますかね、これね。2時間半かけて帰ります。ありがとう、ありがとう。すごいな、すごいですね。バウスパッドは郵送してきます。いや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 、個性的だね、今回も本当に。僕は大会前にちゃんと熱中症にはお気をつけくださいとか一応アナウンス入れてるんですけども、全く無視した人たちばっかりで、特にスパイダーマン、あんな黒くて直射日光集めまくりですからね、あの人もね。もう本当、あのあと、あの方は広島戦に行っちゃって、でパフォーマンス大賞ということで、ね、
賞状をさし上げようとしたらもう帰ってましたからね。また来年もなんかちょっとまたコスチューム期待したいところですよね。アホなコスチュームぜひお願いしたいところですが、さあいよいよ男女トップ3の、そうですね、あの成績上位の、そうですね、実はこの事務所にちょっとあるんですけどね、ちょっとあの表をね、もう先に見せましょう。これは隠してもしょうがないですからね。この時のあの時のまんまです、あの時のまんま。見てください、この手作り感。もう、まあ、この3人トップで中川さん、谷口さん、小林さんね、小関さん、まあ、こう続いておりますけども、じゃあこのトップ3をね、見ていきましょうか。はい、あの順不動です、ね、順不動ですか、はい。さあ続いて京都からです、谷内博一選手。あ、谷内さんね、おいしそう、すごいよね。ほら、さあ、しかしで関西で昨日大会だよ、昨日大会があったんですか。先週行って優勝、すごいよ。じゃあ 2連覇ってことですか。そう、2連覇出してますからね。何者って感じですよ。ここからさらにいいじゃないですか。さあ、それではその地下線で飛ばし大会で見せてくれた黄金の右腕、マウスパッドに持ち替え、行ってみましょう。谷内さん、どうぞ。これやっぱうまいんだよね、飛ぶよ。お、ピンが出ましたからね。あ、まあそう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 、あんまアイドルっぽくなってきたな。この計測の彼も頑張ってくれましたよね。もう完全にへたり込んでますからね。56.1 万。世界大会2010、ちょっとやっぱりドヤ顔しますもんね、ドヤ顔。それでは、そう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 、女子部門ですね、古賀さん。おお、いいですね、名古屋経済大学高倉高等学校、27.1 万。いいですね。お姉さんですか。あ、お母さん。俺今いいこと言いますよ。なんか昔とかスポーツ系なんかバレーボール、この人違うと思った。やはりすごいですよね。すごいですね。アタッカーですか。やはりアタッカーの、まあ、さあちゃんと風を考えてくださいね、風を。大丈夫でしょうか。大丈夫でしょう。ファイナルバー、おー、お前超えられた。マウスパッドアイドルですよ、言ってみれば。さっきの二人は記録は、あの記録したら電話すんのやめてもらえない。40.3 万、男でもなかなか飛ばせないですからね。さあ、今年も丸いあのマウスパートを持ってきた、記録はどうなるのか。昨年の優勝者、ね、優勝者、行ってみましょうか。おお、すごいね。ちょっと戻りましたね。先ほどが今年はちょっと悪かったが、しかし手がいいですか。どう。どうぞ。あ、これバイクで来た人だ。おお、おお、女性の結構いい状態でもしません。堀田さんの記録はどうなるか。29万、小川さん。女性2位になりました。小林。あれインドネシアの方ですよね、今前通ったね。そう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 。最後のね。あ、最後、そうそう、エントリー最後の方ですよ。まさか。アンちゃんも来た。あー、来ております。本格的な感じです。さあ、しっかり見てる。これは初の。全くない、この方ね。ルールがついに。狙ってないですよね。ついにポタロフなんですね、ポタロフに。ああ、トータロ
どうか。おお、これ乗ったね、風に。必死あの方来年も来てもらいましょう。日本選手熱いしみたいな、うん、下が伸びきっちゃってます。大丈夫でしょうか。この時点ではもうこれで終わりだな、完全に谷内さんで決まりだなみたいな感じでしたよね。やっぱり最後の強敵をね、しっかり決めていただきたい。ちょっと邪魔に入ってる。これは行ったんだよな。これやっぱランが出ましたね。ランが。これやってますね。おっとピンチだ。出ましたね。さあどうだ、記録は 56.1% を超えることができるか。セット、そしてダッシュ、いきます。これどうだ。いらない鬱陶しい。この手作りな感じがいいですね。61.4万、見事ですよ。もうぐったりしてますね、軽装ギャルね。小林のり選手。さあ、以上でマウスパン投げ世界大会写真買ってしました。いやというわけで、まあこんな感じでね、今年も、行いましたマウスパン投げ世界大会2010ね。まあ今年はあのやっぱりリーマンショックの波がね、我々のこの大会もやっぱこの大きく食らいましてね、非常に手作り感満載でしたけど、まあそれはそれでいいんじゃないかと。でもあの今回のこの YouTube を見てですね、こんな大会があるのかと、だったらもうちょっとあのスポンサーになってもいいよなんていう方がいらっしゃいましたらね、もう我々はのしっかりそういう感じで作らさせていただきまして、ここに名前が出たりとかね、あのオリジナルマウスパッドを作っていただくとかですね、もうスポンサー随時募集中でございます。さらにまあ、ホームページの方を見ていただきたいんですけども、ホームページかなり更新遅いですから、これもちょっと許していただきたいと思いますけれども、また来年ね、こういう感じで緩くね、お会いできたらと思います。それではまた来年。まあ。OK です。はい。お疲れ様。